者やテロを水際で食い止めようと、宮崎海上保安部などの捜査機関が連携強化を図る目的の合同訓練が油津港で実施され、8つの機関からおよそ50人が参加。今回初となる外国クルーズ船を想定した訓練、乗組員の荷物を X 線を使って税関が調べたところ、爆発物らしきものがあったと想定して始まりました。それではですね、今情報で爆発物であったということでしたので、想定に入ります。各機関におかれましては、港湾区域の規制、避難誘導等お願いします。次に港湾管理者と警察、それに宮崎海上保安部が警戒区域を設け、市役所の職員が観光客などに避難誘導の指示をしました。危険物が発見されましたので、直ちに岸壁から離れてください。おとなしく離せろ。犯人はナイフを持っているようです。離せろ、離せろ、離せろ。乗組員に荷物を託した共犯者が乗客にいたということで、警察が威嚇射撃をして犯人役を取り押さえました。このほか負傷者の救護と搬送、入管や税関による乗客乗員の審査や手荷物検査など一連の流れを確認しました。テロについてはもう一つの機関だけではできませんので、関係機関が一致団結して、そのテロに向かって、すべて出し合って、対応して初めてできるものですので、最も大事なものかと思っております。油津港でクルーズ船での不審者やテロは一度も起きていませんが、宮崎海上保安部と各機関は今後も連携して不審者やテロ対策に努めることにしています。